比較級、汎用表現3今日は10人を超える生徒が学校を休みました。何々以上とか何々以下の時も比較級を使って表現することができるよ。上の文では、more than 10 students。10人を 超える生徒が10人よりも多い生徒がっていう意味で「more than」が使われてるんだ次の文本を3冊以上買った人は彼のサインがもらえます「more than ten」「less than ten」の場合「10」は含まないで10を超える数字になるんだそして「10以上」もしくは「10以下」っていうふうに言いたい時には「ten」or「more」 もしくは「10」or「l e s s っていう表現を使ってあげると便利だよ。比較級の寛容表現たくさんバリエーションはあるけど一つ一つしっかりマスターしていこうね。